自分の前に友達が2人立ってる、うん、で自分の後ろにアンドラゴラとか自生してそうそうか、だから朝方なんか叫び声聞こえるんだなうちのマンドラゴラ一応始まってますもん第2編あるんですか、はい、いや、もうないっすよ今の十分でしょもう一本ないもう一本あるよ、飯山くんだったらもう僕、普通に早くお酒取りに行こうってタバコも吸ってるしいやもうだからもうどんだけラフかってことですようちがねえ昨今こうね階段のそういうようなものをいっぱいあるわけじゃないですかコラボだっつってそんなもうきっちりかっちりしてるでしょ待って普通にじゃあタバコ吸ってる姿取られたくないんですけど使いますからもう最悪よもうそういうのも使っていく欲しがりだななんだったらこの後にやすさんの方のコラボもやるからねマジでご飯食べるおでん食べようよ今ね似てるからおでんずっと似ているからもういい感じになってくるからまだまだあと先は長いからね欲しがらないそんな。いや俺が欲しがったのかご飯取るんもう僕十分だまあでもちょっと先にどちらが公開されるかわかんないですけど、ヤスがそれこそこの家に来る前になんか繰り返してる親子というかそういう話をまあ先にそれを見てほしいんですけどまあ多分だんだんおかしくなってってる3人になっていくと思うよ公開時系列順にやっていくと思いますけど僕この前千葉県にお住まいの20代の女性から聞かせてもらった話なんですが、仮に A 子さんとしましょうかね「金縛りって霊体験ですか?」って言われたんですよ。で困って返答に霊体験のパターンももちろんあるけどでも科学的に証明されてますだから何とも言えないですねって言ったら「いや昔こういうことあって」って言うんですよ。この A 子さんが高校生の頃なんですけど、ある日を境に、何もきっかけはないそうなんですけど、毎日金縛りに会ってたって言うんですよ。でどういう感じかというと、自分の部屋があって寝れるんですって。ただ寝た後絶対自分が睡眠状態になったら金縛りで目が覚めるって言うんですよ。意識が覚醒した瞬間も動けないし目も開けれないっていう、これ毎日あったんです。で日によってはこう寝たのに金縛りで起きちゃってでも目も開けれない意識だけが覚醒してる状態で、自分のベッドのすぐ脇をたくさんの人が歩いていく音が聞こえて、兵隊の行進に思えたって言うんですよ。まあ実際近くに、基地もあるんですけどね。でそんなんだから寝るの怖くなっちゃったそうなんですけど。寝ないってわけにはいかないじゃないですか、しかも学生ですから、だからもうギリギリまで夜更かしして限界になったら寝てっていうことを繰り返してたそうなんですけども、そんな生活が1週間ぐらい続いた頃、深夜2時まで夜更かししてた、でも寝ないと、でも寝たくないなと思って A 子さん部屋の電気を消して、ベッドに入って、布団をかぶって、目をつむった瞬間夢見たって言うんです、意識連続してるんですよ、もうまぶたを閉じたらもう夢の世界だった、それどこかというと自分が通ってる学校の教室なんです、で放課後なんですよおそらく、で教室にいて自分の前に友達が2人立ってる、で自分の後ろに全く知らない女性が立ってるって言うんですね、すると目の前の友達が一人が「私トイレ行ってくる」って言うんです、それともう一人が「私も行く」って言って二人が出てく、教室で知らない女と二人きりになった、でとこで目が覚めたんです、何今の夢と思って、でも初めて金縛りじゃなかったと思ったら、急激に眠くなってまた目を閉じるんです、うん、するとさっきと同じ夢でさっきのちょっと前に戻ってる、うん、また教室に自分がいて友達が2人いる、うん、後ろに知らない女が立ってる、うんうん、友達が私トイレ行くって、うん、私も行くって言って出てく、うん、知らない女と2人っきりで、ここでまた目が覚めた、うん、何これと思ってるとまた眠くなって目を閉じる、うん、同じなんですよ、うん、また自分が教室にいて女が後ろに立ってる、友達が2人いる、うんうん、私トイレ行ってくる、私も行く、出てく、女と2人っきり、目が覚めた。もうこの夢から逃げられないっていう、ずっと同じ夢を目を閉じた瞬間見続ける、怖くてしょうがない、どうしようと思ってるとやっぱりまた眠くなってきて目を閉じる、また一緒なんですよ。教室に自分がいて女が後ろにいる、友達が2人立って、うん、私トイレ行く、私もトイレ行く、2人っきりだった、うん、ただ今回はここで起きなかったんです。ほう、え、あ、うん、起きない、うん、なんでと思ったら後ろの女が急に、うん、でいびつな形で拍手を始めたんです、うん、これがすごく気持ち悪くて異様で不気味だった。起きたいんです、でも起きれない、うん、ずーっと女が自分見ながら拍手でどうしようどうしよう、起きたい起きたい、怖い怖い、どうしようどうしようって頑張ってると目覚めれたって言うんですよ、うん、あ、よかったと思って、そこでもう眠気が襲ってくることはなかった、うん、すごく怖かったと思って横見たらさっきのなんか横に立ってて自分見ながらこう拍手してるんですよ。でうわーって言ってそのまますぐ漁師の部屋逃げ込んで、頼むから今日はここで寝させてっつって、まあ、川の字3人で寝て、うん、その日から全く金縛りには合わなくなったんですけど、あれって霊体験ですかって言われたんです。はいって。うわーって。単純な夢の話ではないでしょうね。だから夢だけで済んだらまだあれですけど、現実に干渉してくるパターンって、うん、すごく嫌だなって。いや干渉してくる。でもじゃあなんでそんなことが起こったのかっていうようなものだって考えたって多分答え出ないわけでしょ。何かそれこそトリガーがあったのかもしれないですけど、うん、それこそ金縛り見るきっかけ、うん、でも自覚ないでしょうから本人覚えてないんですよね。何かをしたかもしれないし、うん、でもわからないっていうんで。いや本当確かに、いや僕自身もそれあるんですよ、その夢っていうのでは。しかもそれが現実に干渉してくるっていうのはあるんだけど、あれは経験した人間にしかやっぱ分からないのかもしれない。そこは抜け出せないかもしれないとか、ずーっとその夢の方がこうどっちかというと夢は夢として分かってるから、現実に干渉してくるっていうことも理解はできるんだけど、もう最終的にもう今こうやってやっててもこれもしかしたら夢なのかもしれないっていうか、どん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 押し寄せてくるあの感じ。だから英子さんもそれこそ何度も同じ夢を見てる時に、うん、自分って植物状態なんじゃないかと思ったそうなんですよ。自分はきっと病室にいてずっとそういう夢を見てるんじゃないかっていう、なんかもう下手したら脳死状態じゃないかみたいな、もうそういう恐怖もあったって言ってて。うんうんうん、だからもうそれすんごく嫌だなって思いましたね。いやこれはでもトリガーはな、でこれがトリガーなしに起こるんだったらもう逃げ場ないよね。ないですね。覚えてないだけで何か踏んだのかもしれないけど、うん、で今さっきその経験はあるって言ったやつは全部何か踏んでるのは自分自覚があるんですよ。心霊スポット凸とかね。そう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 。もうどっちもその2つなんで、2つあるんだけど。踏んだんですか？もう、まあ、明確に踏んだなってのは分かってる。はあ。でしかもその1個に関しては僕は活動を3ヶ月やめたから、体調の不良とか、うん、姪っ子に言われたの。お兄ちゃんの周りに怖い人たちいっぱいいるって言われたの。はあ。その言った後にだからやめたの。その前にその夢云々があったからもう自覚しかないの。心当たりしかないの。だからもうその心当たりがある行動を今後やめないと、多分そういうことが今後起こる可能性があるし、なんだったら向こうに何かあるかもしれない。まあそうですね。周り、自分の周りにね、影響があるかもしれないっていう。そう。だから自覚がない分、誰かに言われたらやっぱ来るし、なんだったら近親者じゃん。近しい人間からそれ言われたら、やば、ちょっとこれやばいなってなるから、それはやめたよね。でもやめたんだけど、3ヶ月後にまた同じとこ行ったんだけど、それは踏みにまた行ったんだけど、おかしい。その結果激化するんだけど、状況が。だからこんな地域に住むんですよ。なんでだよ、八王子市民に謝る。80万人ぐらいおるぞ。八王子。元凶だよ、だから。この地域がやばいんじゃなくて、ここに住んでるからあなたが。あ、そうか。そうか。ヤスさんが。この建物の近く、あなたがトリガーなんです。ずっとじゃあ俺踏んでんのね。踏み続けてるのね。今わーってなり、アハ体験しました。発想の転換必要だなっての。確かに。それは僕は思いつきませんでした。そうか。でもそうね、自分がトリガーになってるっていうようなものはでもあんのかもしんないね。そういうこと話したらトリガーってのもあるし、ああ、階段喋ってたら何かが起こるっていうのもそれじゃない。あと有名な京都のマンションで、まあ、名前言ったら来るみたいなのありますもんね。 あれも名前がトリガー、うんですもんね。そうそうそう。ボルデモートみたいなもんですよね。ボルデモート教。言っちゃいけない。7作目ぐらいの時にはボルデモート、自分の名前に魔法をかけてて、誰かがボルデモートっつったらそこに行けるっていう、そこで誰か自分のこと言ったか分かるっていう魔法があるんで。それあれやん、ハンター×ハンターの念のやつもあるやん、それ。それがトリガーになってっていう。それでハリーたちは居場所バレちゃうんですから。あいつらもうずっとバカみたいにボルデモートボルデモート言うから、ああそこにいるんだってなっちゃってますから。俺ハリー嫌いなんですよ、俺。なんかボマーよ、ボマー。ハンターハンターのボマー。ボマー捕まえた。大天使の息吹シュー。助伝士のシュー。グリードアイランド。だからそういうことよね、でもね。そういうことなの？そういうことだ。だから何かその言霊みたいなようなことでやっぱ何か喋ったら、しかも階段って。ちゃんとそのストーリーが出来上がってる、ディテールがきちんとしてることが多いじゃないですか。だから枠組みがきちんとできてるから、よっぽどそのなんか単語よりも念深そうじゃない階段って。ってなってくると、ディテール細かくきちんとそういう話をすると、やっぱよっぽどやばくなっていく確率は高くなっていくのかもしれない。だからそういう現象状況、みんなが明確に脳裏に思い浮かべた瞬間、それがトリガーになってしまうってこともあるでしょうね、やっぱり。だってそう喋ってたらすごい脳裏に浮かぶわとかって言うじゃない、話がうまかったりすると。でもそう想像した時点でもうそれがトリガー。テロですね、階段って。テロかもしれないね。いや僕あれ嫌いなんですよ、その聞くとたたられる系の話してくださいみたいな。ああ、自己責任ね。僕あれなんか苦手で、僕それはリクエストされることはいいんですけど、僕自身がその話聞くの嫌だからっていうで、事前に「いやここに喋るとなんか起こる話あるんだよね」って言ってから言うならまだしも、最後に言うパターンじゃないですか。ああ、この話はそうっていう、あれはもうテロだと思ってる僕は。あ、意外嫌いなんだ。嫌いです。事前最初に言うならいいんですよ。最後に言うのはそれはルール違反じゃない、非人道的、レギュレーション違反じゃないって。いや、階段にレギュレーションあるあるなんだったらそっちの方がレギュレーションと的には、階段という中では合ってる方じゃないの。最後に改定されたから、もう誰が平成16年ぐらいになる。結構前だな。そうか、僕の中のレギュレーション違反ですね。ああ、なんか意外ですね。多いんですけど、そういうのは実際にあえてそうする人たちが多いけどね。そう、僕は嫌だっていう。結構意外。あ、そういうのもあんのね。いや、僕それが全くの嘘だったとしても嫌なんですよ。全く嘘で最後聞いても中としても、もうその後後引いちゃいますから。でそれは何だろう、怖い話の後を引くじゃなく、なんかちょっと意地悪な後の引き方というか、ズルみたいな後の引き方は僕はなんかちょっと良しとしない。あくまで僕のレギュレーションなんですけどね。確かにちょっと呪い感もあるしね、植え付けられてる感じがねやっぱあるから。だから心霊スポットとかそういうところに行くのってやっぱ慣れてない人が行っちゃうと、こう帰りに車運転してて事故ることがっているじゃない。あれってそれに近くて、その場所でやたらめったらなんかその後出しじゃんけん的な感じで、こういうとこなんだよね実はとか言われたら、やっぱ種が植え付けられるじゃない。だからこう自己催眠じゃないですけど、そういうのもあるかもしれないですよね。それに近いものはあるかもしれないね。そこが虹の大橋、ああはいはい、あそこでほら T 字路があって、人食い T 字路って言われてる。そんなアメリカの B 級映画みたいなとこあるんですかね。人食いカートとか人食いジーンズとかありますけど、なんかそういうのファイナルディスネーション的な。だから本当にその物々しいのよこの T 字路。まっすぐ橋渡っていくの、山彦橋かな、この宮ヶ瀬湖っていうところにかかってるでっかいでっかい橋が、長い橋があって、それまっすぐ行った T 字路で、まあ、左右行けるんだけど、まっすぐは行けないのよ絶対。だけどこの抱えられるドラム缶ぐらいの大きさの中に水が入ってるクッションかなみたいなのがブワー並んでるの。はあ、衝撃を和らげるための事故が起こってもみたいな。そこにめちゃくちゃ突っ込んでいく人いるから。現に 3,4 年ぐらい前かな、死亡事故起きてるし、その前にも死亡事故起きてるから。そのいやその話でももしかして自分が幻覚を見てたんじゃないかっていうのはありましたけど、そう多分そこが一本道に見えてるんでしょうね。生存者がいるの、まっすぐ行く道見えた。ああやっぱそうなんですか。はあ、私のニュースにも記事にもなってるはず。なんかゾワッとした。そういうねようなものもやっぱあったりするから、やっぱその事前にそういうようなとこってもう知らないで行ってるのもあるし、あの辺りは結構心霊スポットとしては結構有名な場所だから、でもなんかその前段階でいろん なんかいらんことを誰かが言ったのかもしれない。それによってどっかでトリガーパン入ってスイッチをして。本来だったら見えなかった道がそれによって生まれたっていう。もう井山君のその話みたいに何かがトリガーになってすごい見えるようになったみたいな。それこそなんかよく似た世界から変わった戻ってかもって話した時に、違う世界だとそこが一本道だったパターンもありますよね。あそうね。それが一瞬見えたらとか。そうね。表裏面白い表みたいな。だからこういうのとかなんか。やっぱ考察いろんなものもあったりするんだろうけど、ここがやっぱこう、まあでもなくなってたりするから面白いっていうのはちょっとまたそれだけで片付けるのはダメなのかなと思ったりはするんだけど、でもそういう世界があるってなんか思わざるを得ないようなやっぱ話っていうのがやっぱ怪談なんだろうなと思うけどね。そっか、たくさんなくなってるんですもんね。でもやっぱ悪意は感じますよね。すごいそこは感じる。あえてそんな場所になってしまうって、そこがやっぱりなんかその過去その歴史その場所で何かがあったってのが紐解いていけばあるかもしれないですけど、もうやっぱ長い年月かかってやっぱそこのその土地ってのはね、僕らはもう言うたって長生きしたって100歳ぐらいまでしか生きれないけど。その土地っていうのはもう何十年何百年何千年とそこにはあるわけで、そうみんな死んじゃうんですよねいつか。あれふと思うとなんか変な気持ちになるんですよね。哲学。なんかスクランブル交差点とか歩いててみんな死んじゃうんだよなって。こいついつか爆発するんじゃない？爆弾とか作ってスクランブル交差点で爆発させるんじゃないのか？作ろうが作らないが死ぬんですよ。それこそ150年経ったら今地上にいる人間みんな死んでるわけですから、と思ったらなんか変な感じになるんですよ。何のために生きてんだろうって。何を俺は残したいと思ってんだろう。残したとして別にそこ、ちょっとだけ歩いて戻って「いやあんた何やってんの行こう」で歩こうとしてたら、その子はもうじっとその上が歩けるところになって両サイド金網になってて、言ったらダム湖になってるじゃないですか。その金網越しに下を覗きながら「ねえ見て人が」